何がだい？まったくこれだから凡人は困る。いいかい、私が研究をしなければ、君たちの豊かな暮らしもなくなるんだぞ。異変を起こす人も悪いけどさ、起こされる側にも何か問題があるんじゃないかな。ねえ、非常口どこ？ソフィアチャンネル。ふふふ。かわいい。お風呂に入ったり寝るとき一緒だからね。ぐっちゃぐちゃになるからお風呂はやめて。喜んでくれるのは嬉しいけど、大事に仕方を間違えないでね。はーい。喜んでくれてよかった。接してみないとわからないものね。ミネちゃん、霊夢たちのとこに行きましょうか。うん。待って、わ、どうしたんですか？何かいるわ。え、そこにいるのはわかってるわよ、出てきなさい。まだ機能停止はしてないみたいね。ミネ、やっと見つけた。ミネちゃん下がってて。あ、もしかしてあのロボットかも。え、何が？あ、名前あったっけ？名前はない。あと数分でロボットは機能停止する。本当なんでしょうね。本当だ。ミネ、無事でよかった。うん、アリスさんが守ってくれたから、本当に改心したのね。信じられない。名前何がいいかな？一応 N800 という名前はある。呼びづらいよ。800。あ、名前ハッちゃんに決まりね。ハッちゃん。わかった。私は、ハッちゃんだ。あなたも機能停止するの。え、違うよね。私は、謝罪をしなければならない。すべてが終わった後は、考える、ミネにそう教わった。よかった。ミネの言うことなら何でも聞く。信用できる。じゃあ私からの命令じゃ。じゃって何よ。私やみんなと友達になって、あともし大切な人ができたら、ちゃんと守ってあげてね。その辺は霊夢から教わったのかしら。あ、バレました？えへへ。あ、急いで霊夢のとこに行かないと。あ、忘れてた。はっちゃん、行くよ。大切な、人。ねえ、これどうすんの？で、バシリも結構やばいんだけど。自分には落とせない？なんとか上に突き飛ばすわよ。なら早くやっとよ。支えてんのがやっとなのよ。もう、マリサは何してんのよ。ふふふふ、どうやら抑えてるのがやっとのようですね。そのまま消えてもらいます。つなぎが。うわぁ、重いー。この状況で重力魔法化は最悪ね。死ぬ、落ちるマジで。やばいから、霊夢なんて平気なの。私は空を飛ぶ程度の能力。つまりの重力なのよ。いやでも私限界。それ私とも。うおー。誰か助けてー。あ。あ。腰いったわこれ。ヨークラン。あん、マリサ、何してんの？はい、美人のマリサちゃんはこういう時のために最強の技を準備しておきました。でもなんで寝ながら。かなりの衝撃だからな、私も吹き飛ぶかもしれん。最初からそれ使えば、貯めるのに時間かかるんだ。しかしマスパの数百倍の威力だぜ。でもダメージ与えられるかな。狙うのはあのバカでかいエネルギー弾だ。上空に吹き飛ばす。溜まったぜ。ファイナル、マスタースパーク。マリサー。もうダメ。なに？あれを止めるとは、ミリさん。もう、無理。ただめだ。私もヨウムちゃんを随分と痛めつけてくれたみたいね。なんだ、毒が増えたところで何もならんぞ。私もヨウムちゃんは強いわよ。シオンランズ。私が空間を操れることを知らんのか？ヨウムちゃん、しっかりしなさい。それは原作よ。ヨウムちゃん、ユミコ様、目障りだ、消えろ。ユミコ様、許さない。奴の気配を探るんだ。これでも、くらいなさい。なんだそのふざけた技は。自覚も回復もないぞ。ヨウムちゃん、今よ、捕らえた。まったくお前らは一体何がしたいんだ？は。終わりです。あ、バカな。縮小。三鉄拳ならぬ新技。四鉄拳。私に加藤など千年早いのだよ。ヨウムちゃん、そういうのいいから、早く助けて。
あのさ、お前らばっかじゃねえの。特にソフィア、おい、バカとは失礼な。わかってるのか、見つかったらただじゃ済まないんだぞ。そんな自由にできるなら私たちが幻想郷を離れた意味がないだろうが、私たちだけじゃない。下手したらミネたちも危ないんだぞ。わかってますよ。ですから透明に、それに声も聞こえなくするんですから大丈夫です。わかってますそこ。腹立つからその顔やめろっていつも言ってんだろうが。会いたいのー、寂しいのー。ああうるせー、こいつマジで。おい、魔人、お前もお前だぞ。揃いも揃って、お前がこのバカ止めなくてどうするんだ。マジっていうか、次回私がメインの話が出るらしいぞ。こいつ聞いちゃいねえ。もう勝手にしろ、どうなっても知らんからな。わーい、鬼神さんやったし、悟りさんやゆかりさんにご挨拶しておきますね。干渉するなとさっき言っただろうが。おい、幻想郷がまずいことになってるぞ。どうしたんだ。どうやら私たちに近い力を持った奴らが暴れてやがるな。何？どっかの神々か。いや、これは機械だな。機械？そんなことありえるのか。わからんか。ソフィア、これ、お前にそっくりじゃないか。これは、私が闇のエネルギーによって姿を変えた状態。破壊神の時のやつか。そうです。しかしなぜ。わからん。がしかし、わかっているな。はい。この異変に私たちが干渉するべきではないでしょう。今残されている者たちで何とかしてもらうしか。そう、私たちが干渉するべきではない。さっきそれ私言ったよな。今は、見守るとしましょう。おいおい、またなんかしてくるぞ。とりあえず避けながら近づくわよ。天罰の光。なんだ、あの技は。なんだろ。でも気をつけなくちゃ。え、マリサ。また私かよ。フラン、上よ。上。また最初からですね。そろそろ終わりにしましょう。私の最大の技を受けるがいい。まずいわね。あれはファイナル、マスタースパークでも無理だな。私も体力が、あまり。私だって、このままじゃ、負ける。くそ、こんなところで。ソフィア、あんたならこの状況、どう切り抜ける？状況は？あれ、あんた来てたのかい？状況だって、そりゃあもう最高よ。こいつら無限に湧き出てきやがる。あくわ。その線の壁に休ませてる。力尽きたみたいだね。でも大したもんだよ。一撃の技なら私を超えてる。こらったよ、あんたも戦うかい？え？その必要はありません。あ？もう戦いは終わりです。どういうことだい？先ほどパチュリーさんから連絡がありました。ニトリの情報によれば、あと数秒で機能停止するそうです。下がってな。危なかったですね。お。あとは時間の問題だ。お疲れ様。停止したロボットは責任を持って回収するよ。当たり前よ。門の前にある大量のゴミ、ちゃんと持ち帰ってよね。わ、わかったってば。命令と早く片付けてきなさい。それでは私はこのことをお嬢様に。え？早く行きなさいよ。なんかすんごく冷たくない？お嬢様、失礼します。お嬢様、お体の具合はいかがですか？お嬢様、なぜ急がなきゃ消えてしまった。霊夢、フラン、マリサ、あなたたちが消えてしまう未来をお願い、間に合って。誰も失いたくないのよ。サナエ、どうしたんだい？わかりません。まだ誰か戦ってる気がするんです。騒動は収まったから。そんなことないと思うけどね。カナコ様、私怖いです。誰かがいなくなってしまうような気がしてならないんです。サナエ、習いのリナ、あんたの奇跡はただの飾りかい？あんたの底力、全部出し切って。そんな不安、全部吹き飛ばしちゃいな。はい。よー、モリアの神よ、我に力を与えたまえ。サナエ、信じる者は、きっと救われるわ。どんな時でも、希望を忘れちゃダメよ。
どうしますか？受ければ死に、良ければ幻想郷が終わります。最後の審判と行きましょう。もう、急に走るんだから、な。なんなのあれ、ロボットは全部停止したはずじゃ。あれロボットじゃないのかな？なんか誰かに似てるような気もする。あれは私が開発した最新の技術と知識を費やした最高傑作、もうすでに私を超えた最強のロボットだ。なんで停止してないの？あんなのどうすんのよ。自ら内部の機能を変化させられるみたいだ。心配するな。私が責任を取る。責任って、あなたどうする気なのよ。ミネ。何？さよならだ。ミネ。え？最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いするわ。最新の動画や再生リストがございますので、ご視聴していただけると嬉しいです。じゃあとお願いするわね。早くしないと普段にプリン食べられちゃうじゃない。チャンネル登録はこの真ん中のやつだぜって言ってる場合じゃねえ。どこに逃げた？あそこか。逃がさないわよ、マリサー。ちょっと借りるだけだって。待ってね。